目次直王語、目次直王語、目次直王語、天文五年、1536年、慶長13年10月1日、1608年11月8日は、安土桃山時代の新言宗の僧で、出家前は六角詩に仕える、武将、出家後は、外交像、漢人像、伝画学者として活動した。法名、法意皆を、王語、当たるその、防護を、 不可格と言い,い、不可格棒を応と称す。菊井は菊井公を治めた者への称で、目次敷王募は通称。王募の出家以前に関して明らかにする資料は、ほとんどないとされている。大御国の出身とされており、尾瀬保安の信長記には、甲州森山編としている。中田ホースの説では、王募の父は、佐々木義秀で、父と共に、 六角義方の大見観音寺城にこもって、織田信長に交戦。六十1年、1568年に、豊臣秀吉に攻め滅ぼされ、山和国高取城のお知を頼ったとしているが、渡秋は、六角氏が織田氏に反抗している中で、佐々木氏一族の王母が一人山和に逃れることは、考え食いとしている。高野山通年集では、藤原氏であるとしている。 王吾の変した無言章の奥付けには、王吾が出家したのは、王君落合はじかの追善のためであるとしている。また、王吾には、俗体の時に儲けた娘がいたことが分かっており、なお、駒という、高野山に登ってからもしばしば手紙のやり取りをしていた記録が残されている。天正元年、1573年に38歳で、高野山において出家し、 宝聖院の勢い誉れから受戒、なお王子と改めた。小瀬保安の信長きでは出家は二十五から六歳の頃であるとしている。また、高野三遊山の折、十国を立つ、菊以降を行うことを発売している。王子は、客僧という立場であり、学竜や皇人、高野清とも異なる存在であった。また密教大辞典では、天下人から工具を受けた聖変からも、 会を受け、忍ン寺宮、グー、ニ方神脳より三部の応報を受け、アジャリに登ったとされている。業績を重ねる一方でレンガの名手でもあり、里村上派と信仰を持った。天正十年、1582年に、織田信長が、高野山攻撃を行った際には、大御らは、小田原魅力道にこもり、ふとしもと方を襲して、信長の長区に当たったとされる。その最中信長は、 本能寺の変で死亡し、高野山攻撃は中止された。天正十三年、1585年、豊臣秀吉は、根五路寺、小川寺、西下を攻略した後、高野山に対して、降伏を求めた。この採用後は、南院、友禅、返上委員会こととともに、高野山思想として派遣され、秀吉からの降伏条件の書を受け取った。 高野山川はこれを受諾し、王吾と領運、空宮美が変書をもって、秀吉の元を訪れた。高野春秋編年収録では、領運は学領を代表し、空宮美が法人代表であり、王吾は空宮美に従ったものとしている。王吾が思想となった理由には、王吾が秀吉と旧知であった、説、高野説物語の挙げる、石田三成と旧知の間柄であった、説、 レンガ上の交友関係が間を取り持った説がある。これ以降、秀吉との間柄は急速に進展する。天正十五年、1587年王後は、秀吉の思想として千里九羅と共に、島津市との和睦交渉で力を尽くした。留意すべきは、同年9月22日に、上方で開催されたレンガの会に、王後、細川雄斎、レンガ市の里村上派、 里村小室らに混じって、島津義久や、重臣の伊住院忠宗が参加している点である。その後、秀吉に協力して、高野山に近藤や王道を混流し、高野山の最高にあたった。天正十八年、1590年には高野山内に京山寺を回帰した。その際、秀吉が御洋税天皇に創生して直学が掲げられると、もに、 共産常人の号を賜った。京山寺の寺名は、高野山の中高海山から来ている。また、同年安楽川僧に、同名の京山寺も回帰している。文禄二年、1593年には、秀吉の母、大満所の母大書、定発寺、聖願寺を回帰した。京山寺と聖願寺は、現在の総本山混合法寺の前身となっている。 その他にも王吾は全国を暗夜支持者の肝心に努め、造営に携わった寺や塔は九十七に上ると、される。その中の顕著なものを挙げると、王吾は多くの高の州や各地から集めた何百人もの大工を率いて、自社の大規模造営、整備に当たっていた。豊臣政権の行政機構の中に組み込まれていたわけではないが、実質上自社造営における豊臣家の、 作字組織として機能していた。大田直行の研究によれば、特に、京都の方向時代仏殿の造営において、菊井打手、古内などと呼ばれ、王子との書連絡や、取りにぎ、王子の意を受けての文書発給や造営量の管理などを行った奉行は例にほどいて、大きくは王子と高野山をつなぐ、公人系奉行と、 修造を専門的に行う国家系奉行の2、系統に分かれていたと指摘する。前者には後に、王吾の後継者となる、文樹院勢誉レや王吾と対立したため殺されたと、される、李徳院がいた。一方、後者を代表する人物として、返上、陰閣栄が挙げられ、造営事業の実務面を各営が一手に引き受けて、いたとする。そんな中、 学竜側からは、対抗検知の際に、王後が主院上を陰徳したという権利をかけられ、王後の死後に至るまで、紛争の元となった。しかし、王後の高野山内での発言力は強く、公人側は王後に接近していった。文禄四年、五百九十五年の秀治事件では、寺院法により、豊臣秀治の切腹を阻止しようと抗議したが、西岸寺で秀治の切腹を行わさせる。 仏教誤解のうちの折衝を行うことを認めざるを得ない苦しい入りに追いやられた。慶長三年、1598年には秀吉が没して、後ろ盾を失い、翌慶長四年、1599年には、西岸自住職の座を勢い誉れに譲った。慶長五年、1600年、関ヶ原の戦いでは、豊臣家との縁の深さから、伊勢国のあの津城、首相、 富田信孝、若部三吉や大御国の大津城、首相、峡国工事における会場交渉に当たった。しかし西軍に通じたと疑われ、戦後は大御半導寺に陰性した。その後は、慶長8年、1603年に、レンガの規則や作法を記した無言書を出版した後、慶長13年、1608年10月1日に入場した。 去年七十三、時世は、あだしよを巡り果てよと幾月の今日の入り日の空に、任せん。高野さんを区の院にほど近い場所に病所がある。平成二十年、二〇八年は、大子の没後四百年延期にあたり、和歌山県立博物館にて、特別展が開催された。高野さん幸福の使者として面会して、以降、秀吉との間柄は、急速に進展。 天正十四年、1586年7月21日には、王吾は大阪城に登場。秀吉が越見の際に、諸大名と、正吾院道長、里村城派、里村小出が控える前で、高野の菊井と、有部からず、菊井が高野と、有部氏と述べたという。高野さんを舵取りするようになった王吾が、天下人である秀吉の後ろ盾を必要としたこと。 物語るものと言える。古今和歌集の現存最古のテキストである高野切れ、本古今和歌集のうち、牧急の関東の17行分の段冠は秀吉が所持していた。この段冠は後に、王吾に貸しされ、高野山に伝来したため、高野切れの名が生じた。秀吉の没後には、京都東山の阿弥陀が峰、現在の報告病での埋葬の事務を取り仕切り、病所、 宝国神社の建築にも力を注いだという。王吾は、高野山幸福の使者として、秀吉に面会した際、同じ王弥出身であった、石田三成との関係も深めている。慶長四年、1599年3月に、三成は、高野山奥の院に共造と一最強を寄進。その変額の理念には、王吾の名前があり、関わりの深さが見て取れる。その後、 三成は七章に襲撃され、石田三成襲撃事件、沢山城に引退した。翌年正月二日、王子は、報告者に参詣に訪れ、新留院、そよぎ春夜、宿州に贈り物をし、その足で沢山城の三成のもとへ、年頭の挨拶に訪れている。そして、正月七日の期路、報告者を再び訪れ、三成に託された金子を奉納し、 高野山に書いている、春秋季。慶長5年、1600年、関ヶ原の戦いの直後に、沢山城の戦いが起こった際、三成の産卵佐吉を徳川家康は除名し、津田清雄に命じて、王吾に託し出家させている。王吾は、津田清雄の恩義を忘れないようにと、佐吉に、新朝防生優の防安名を与え、 カイノ国河浦山芋王子の法廷に託したという、津田家府。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。